次回するジャニーズ帝国平野耀と神宮寺ユー太のタッキーとリモートマル被会議。ジャニーズ事務所から離れた平野耀と神宮寺ユー太が滝沢秀明に接触し、彼らの未来を託す理由について驚くべき真実が明らかになった。この記事では、彼らが金プリ時代に経験した裏切りと絶望について取り上げ、 退場からわずか1ヶ月での渡米への加入までの経緯を詳しく解説する。さらに、ジュリー氏との対立から始まった連鎖的な変化や、ジャニーズ帝国の将来についても考察する。ジュリー像氏の急接近キーマンは、嵐松純平の仕様と神宮寺由太が滝沢秀明と接触する契機となったのは、嵐の松本純である。彼は、ジュリー氏に対する不満を抱えており、 その不満を共有する平野と神宮寺に接触した。松本は彼らに滝沢秀明ならば彼らの可能性を最大限に引き出してくれると語った。この言葉がきっかけとなり平野と神宮寺は滝沢との接触を試みることになる。 平野から滝沢に4年ぶりの緊急連絡滝沢秀明と平野市用の接触は金プリ時代からの関係を取り戻すための一歩となった。平野は滝沢に対して自身の抱える不満や悩みを率直に伝え、ジャニーズ事務所を離れる決断をしたことを告げた。滝沢は驚きながらも彼らの意図を理解し、彼らをサポートすることを約束した。 これが、滝沢との新たな関係性のスタートである。金プリを崩壊させたメリー北川、絶望契約書。金プリ時代には、メンバー間の裏切りや絶望的な出来事があった。その背後には、ジャニーズ事務所のプロデューサーであるメリー北川の存在があった。彼女は、金プリのメンバーに対して、絶望契約書。 と呼ばれる特殊な契約書を提示し、メンバー同士の結束を崩壊させる計画を進めていた。この事実は衝撃的であり、ジャニーズ帝国内部の灰を浮き彫りにした。ジャニーミギュで大物 P も続々半期金プリの崩壊が始まると、ジャニーズ事務所内でも様々な変化が起きた。 ジャニー北川の右腕であるプロデューサーたちも続々と反旗を翻し、滝沢秀明の新たなプロジェクトに参加することを決断した。彼らは滝沢の指導の下で新たなジャニーズグループを立ち上げる準備を進めており、ジャニーズ帝国内の勢力図が大きく変動している。ストーンズ、スノーマン。次の退場は水平野氏洋と神宮寺勇太の退場が波紋を広げている中、 他のジャニーズメンバーにも退場の動きが見られる。ジャニーズ帝国の中で不満を抱えているメンバーや新たな可能性を模索しているメンバーが、滝沢秀明のプロジェクトに参加するために退場を考えていると報じられている。これにより、ジャニーズ帝国の将来に大きな変革が訪れる可能性がある。 平野紫耀と神宮寺勇太が滝沢秀明に身を預ける決断をした理由は、金プリ時代に経験した裏切りと絶望によるものであった。彼らはジュリンやメリー北川との関係を見直し、新たな可能性を求めてジャニーズ事務所を離れた。滝沢は彼らを迎え入れ、ジャニーズ帝国内部の灰を打破するための新たなプロジェクトを進めている。 今後、他のジャニーズメンバーの退場や新たな動きが予想される中、ジャニーズ帝国の未来は大きな変革を迎えることになるだろう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。